じゃあ、こたつスタジオインタビュー第5回、今回は、フリーランス雪姫まや選手に来ていただきました。よろしくお願いします。これカメラどっちですか？こちら、どっちでも大丈夫。こっちアップです。はい、ナイスチュービデュー。あ、イングリッシュ今日。いや、イングリッシュところどころところどころ。あ、まや雪姫です。よろしくお願いします。お願いします。雪姫さんは、はい、多分出会いが、僕が年末にサイバーファイトを、はい、まあ、専属だったのに一回やめてフリーになった時に多分入れ違いで、はい、あの出られてて、そうです、ね、でも僕も出入りはしてたんで、はい、そこでお会いして、はい、ちょうどねノマズを発表された直後ぐらいだったんです、うん、で僕あれ見て、うん、あ、これは海外なんか反響があるぞと思って、はい、あの何か面白いことできそうなんでって言って、はい、もうあのいきなりすいませんっつってネームカードをいただいて、そう、お名刺を頂戴したので、うん、外れすみたいな、でそこからね、まあ、一緒にやらせていただくことになって、はい、まあ、ノマズの英語担当をやらせていただいてって、はい、今に至るという感じなんですけれども、そこも1年ぐらい経つのか、フリーランスになって8ヶ月終わって、8ヶ月が経ちましたね、うん、どうですか、はい、8ヶ月経ってみてフリーランスは。いや、充実してる感じがします。忙しそうですよね。はい、そんなにものすごい試合がものすごい数あるとかではないんですけど、うん、でもこのフリーになって出てない団体に出てみたいとか、うん、なんかそういう思いとかがあったので、うん、それも徐々に出てない団体に出たりとか、そのサイバーさんとかもそうですし、うんうん、あとやっぱり自分で企画してとか自分の名前での興行みたいなのが、その、うん、飲まずにしても実行委員としてそういうことを企画したり、うん、あとレブランドエネミーっていうレネミーですねの方で、はい、レネミーの森、うん、そのユニット興行みたいなのがあったり、うん、どちらも今年入って2回ずつやってますし、で自分のオンラインストアがあったりとかっていう感じなので、うん、どうですか、その、まあ、裏方業務っていうか、はい、そのプロレスリングの中じゃない仕事が多分すごく増えたと思う。はいはい、そうですね、うん、まあ、それが多分意外と楽しいっていう人もいれば、はい、大変だっていう人もいると思うんですけど、結構それが好きかもしれないですね。あ、なるほど、はい、苦ではないというか、うんうん、自分でこの自分の時間を決められる、人のペースじゃなくて自分のペースで仕事をするっていうのがやっぱり性に合ってるんだと思います。うん、うん、それに関連してというか、うん、フリーになったことで多分海外への道っていうのも、はい、ある意味開けた、はい、で多分夏ぐらいだったかな、一回たまたまご一緒してる時に、はい、その海外行きたいんだっていう話をしてた時に、でもなんかツイートしちゃおうよみたいな感じで、そう、これがね、そうなんですよ、うん、そうそう、皆さん実は雪姫が突如ツイッターにあの I want to go abroad みたいなことをバーって突然書いた日がありまして、うん、すげえ赤い顔でね赤い顔で夏バーでそう、うん、あれはね、裏にハクさんがいたんですよ、たまたま横にいてね、そう、あの日、じゃあもう今ツイートしろと、それはもう海外行きたいって今ツイートしろ、でもあれがね結構ドカーンって、そうなんです、反響があって、そうなんです、そこにやっぱリプをいっぱいいただいて、うん、ここにも来てここにも来てて、ね、多分いろんなプロモーターにアットがついててね、はい、急にいろんなファンの方が、 そうなんです、うちの街に雪姫まやを呼ぼうみたいな、そうなんですよ、なんか今までずっと言い続けてきたんですけど、海外で試合がしたいんだっていうのはずっと言い続けてたんですけど、うん、急にそのツイートをした時から本当に本格的に動き始めたというか、ね、で実際話がいくつか来ていて、うん、はい、今回9月17日、はい、デッドロックプロ、はい、でアメリカでの試合はこれが初めてです。海外自体での試合が初めてです、うん、どこにも行ってない。海外自体は好きだけど、海外は大好きです。プロレスで行くのは初めて で対戦相手がジャングル京奈選手。そうなんですよ、ね、前回の飲まずに突如現れて、うん、まあ、そこで多分あそこがもう会うの初めてぐらい、会うの初めてです。もうなんか育ちが違いますもんね、はい、でも I thought it might be heaven っていうのは彼女も海外を拠点にするっていう話をしてたし、だからもしかしたらアメリカで初めて同じリングで会うこともあるのかなとは想像は思っていたら、本当に実際そうなったという。で多分これの放送の多分まあ1週間後ぐらいになるんですかね、うん、まあ、デッドロックの試合、あの日本からでもまあ見やすいんで、うん、そこはぜひ追っかけて、あのデッドロックさんのサイトとかもツイッターとかもフォローしていただいて、皆さんには多分結構簡単に見れるっていうのは、その前にもその DDT 東京女子の選手とかをもう今年に入って5、6人ブッキングして、はい、
多分竹下、山下、伊藤大もいて、水木もいてる、下手すらさくらさんとバリアンキとかも多分出てるんで、高瀬もいて、そう、高瀬美雪も山下美雪と試合をしている。そうとなると次はヨーロッパですね。おー、ヨーロッパも行きたいよ、ね、行きたいです。そうです、8割方イギリスですけど、はい、まあ、他にもなくはないんで、うんうん、ね、近いうちにそこら辺も実現できれば、はい、チャンスがあったら行こうと思います。そう、プロモーターさんの方、ここの概要欄にゆきさんの DM とかを書いておきます。それか僕に連絡ください。つなぎますんで、ぜひぜひ。ちょっと一歩引いて、はい、そのプロレスの始まりというか、はい、ゆきさんのみたいなところっていうのを、その今回やっぱり海外のファンの方にゆきひまやを知ってもらいたい、はい、名前は聞いたことある、はい、多分動画とかも見たことある、はい、でもどういう人なのっていう人となりの部分って多分そこまで伝わってないと思うんですよ、うんうんうん、海外には、ね、まずはそのプロレスとの出会い、出会い、 OK、 I have to introduce myself ね、うん、出会いは、出会い一番最初のプロレスとの出会いまで遡ると、うん、自分がもう本当に子供の、小さい子供の時にテレビで見た WWF、うん、F E じゃなくて F です、うん、その当時で、まだもうでも E に変わるぐらいの時、ちょっと前だったのかな、それが初めての、まあ、ファーストコンタクトですよね、プロレスとの、うん、誰見たかとか覚えてます？画面上に誰が、画面上に、でもその当時、うん、出てた。でもロック様とかは出てたし、うんうん、ストーンコールド、マイクの音を拾いそうなんだよね。あ、どうぞどうぞすいません。何歳ぐらい、それを言ったらいくつの時に WWF、 そうだそうだ危ない、子供の、子供の頃そうです、子供の頃です、はい、そう、チャイルドフッドです、うんうん、その時はなんかものすごく大規模で、こう会場に車が入ったりとか、なんか水だかなんだかぶちまけたりとか、ミルク、消防車でミルク、わかんないですけど、なんかぶちまけたりとか、そういう規模が、これは何なのぐらいのイメージで、ただディーバっていうものがものすごいかっこよくて、で、あ、こんな素敵なものがあるんだなって、面白いなって思った、うん、多分字幕が入ってたと思うんですよ。で、その字幕もちょっと方言がふざけてたりとか、うん、ちょうど今日リリースした、はい、あの翔太さんのビデオでも、はい、翔太さんのインタビューでも話をしたんですけど、うんうん、彼もそれを、そのルミエルさんっていう字幕を入れる会社さんがジェスポに入ってて、はい、ダッドリーボーイズは広島弁とか、はいはい、その自分のことをオイラって呼んでみたりとかっていうののキャラクター付けが面白かった、うん、そういうのもあったと思います。でもそういうのがおぼろげにしか、でもその当時は記憶になくて、うん、ただこうくるくる回ったり飛んだり跳ねたりっていう、そういうショーがあるんだっていう認識、うん、でもそれがプロレスだっていうことさえ分かってなかった。でその後日本でのプロレスの出会いは、そのプロレス見に行こうよって誘われて、うん、姉に誘われて、うん、でもその時は日本でのプロレスっていうもののイメージだから、うん、こうストロングスタイルの黒いパンツ一丁の男の人たちが時々血を流したりしながら殴り合うみたいなもののイメージ、うん、で、それをなんでわざわざ見に行くのみたいな最初の印象、うん、プロレス、いやーみたいな、なんだけど見に行った時に初めて、あ、こういう感じなのかと思ってたものと、そのイメージするプロレスっていうものと全く違う、昔見たあれと同じ競技かみたいな感じ、アメリカンプロレスのそれと同じ競技かっていうのが初めてリンクして、だ、面白い競技だなと。見に行ったのは OL 時代ですね、うん、OL 時代、社会人時代、もう大人になってから、完全に大人になってから見て、すごい短いんですけどね、私ファンだった時期も。でそこからじゃあもうすぐやりたいってなったってことですか？もうどっぷりハマって、ほんと年間もう毎週末プロレスを見に行くみたいな、うん、その月にあるプロレス調べてはもう全部行くみたいな感じで、いろんな団体を見に行って、で見に行ってるうちにもうやってみたいなっていう風になったので、うん、結構早かったですね、やってみたいに変わるのは。そう、プロレスラーになれたらいいなみたいなところっていうのは結構いろんな人が思う、うんうん、でそこからでも実際にやってみようって、多分そこがハードルとして結構あると思うんですよね、うん、ああでもあれなんですよ、プロレスサークルっていう、その一般の方向けのエクササイズとしてリング上で動いてみようみたいな習い事としてっていうのがあったので、そのアイスリボンの女子プロレスサークルもあったし、ガトムブさんのもあったし、その女子プロレスサークルで、そういうところに行ったり、あと、プロレス教室
DDT さんのまだそのプロレス教室が始まる前なんですよ。プロ教はその時代なくって、なのでイベントというか単発的になんかやってみようみたいなのがあったり、でそういうのに参加するうちにこれは面白いって思ってやってみやるのも楽しいなってなり、だから別にそのプロになりたいとかじゃないんですよ、始まりが。やってみたい、もうただ興味本位、なんかドロップキック打ってみたいとか、リング上でロープ触ってみたいとか、ロープにボヨンってなってみたいとか、そういうロープをこうピョンって越えてみたいとか、そういう興味が始まりなので、で試しにやってみたらもうあれもできないこれもできないってなって、ということは次に行くまでにこれできるようになりたいみたいな、悔しいみたいな思いが募り、で会社終わった後そのプロレス教室に行くっていうのが現実的じゃなかったので、時間的にも、じゃあこれ以上練習するためにはどうしたらいいんだってなった時に、もう会社辞めるしかないかじゃあプロになるためにっていうよりはじゃないです、練習するために仕事を辞めた、そうです、そうです、リングで動くために仕事を辞めた。なんか将来設計ゼロですね。ゼロです、ゼロです。でもそこまで、その高校出て大学出て、ちゃんと就職をして働いてってなって、でその自分のやりたいことに没頭するっていうことをしたことがないというか、ちょうどその時期にその銀行で働きながら、私は本当に一生ここに勤めるのかなとか悩んでもいたんですよ。その自分がその仕事に向いてるとも思えないし、毎日8時に出勤して毎日残業して7時に帰ってっていう、で週末のプロレス観戦だけが楽しみで、プロレス観戦をするために1週間を過ごすみたいな、仕事をして過ごすみたいな、本当にここで定年までとか結婚するまでとか勤めてられるもんだろうかみたいに考えた時に、一度ぐらいなんかやりたいって思ったことをやってみるのもいいのかなって思ったんですよね。もう本当にこれを1回きりと思って、と人生1回きりのチャンスだっていうかチャレンジだって思って、しかもプロになりたいわけじゃないですよ、その練習に行きたいからという、もうその目の前にある課題をクリアしたい、そうです、そうです。だってその銀行のロッカールームで残業になって、ああ今日もサークル行けなかったって言って泣いてたわけですよ、もう練習に行けなかったみたいな。でもそこまで行ったらもうプロになれるとも思ってないですよ。だってあんなすごいことができるようになるなんてことはありえないって思うし、やっぱりその時にクリアできないって思ってた課題って例えばどういうことなんですか？例えば倒立前転ができないとか。ああなるほどなるほど、マット運動ですね。そうです、マット運動レベル3点倒立が安定しないとか、うん、跳ね置きそのネックスプリングがうまくできないとか、うんはい、そういうちっちゃい目標が達成できないこと、だからもうベッドの上でボヨンボヨンしてみたりとかそういう感じです。何がいけないんだみたいな。そう、それをリングでやりたいっていう、もうそれだけです、うんうんうん、マット運動をリングでしたいがために仕事辞めたみたいなもんです。もうプロレスラーになるために生まれたような人だったんでしょうねそう考えるとね。わかんないですよ、だってそこまで。いや簡単におっしゃってますけど、はい、日本で銀行に就職するって、はい、そんな簡単な話じゃない。いやでもそのそこにやりがいを見出せてればとか、うん、また違ったと思うんですよ、うんうん、ここで例えば、昇進するんだ、うん、地位を上げていくんだとか、うん、もっといい行員として知識を豊富にしていろんな人の相談に乗れるようになるんだとか、うん、そういうやりがいを感じている方もたくさんいらっしゃって、うん、それはもうそのプロじゃないですか、はい、で、いわばプロになれなかったわけですよ、私はバンクで働く人間としてはプロになりたいっていう意思がなかった、気持ちになれなかった。だからそのままで働いてていいのかなっていうのももちろんあったし、うん、周りの人は一生懸命働いてる、朝から晩まで真面目に働いてらっしゃって、うん、その中でうわー働きたくねーわーって思ってるわけじゃないですか、うんうん、でそれがなんか違うなとも思っていたし、しかも若い時にそんなに運動をめちゃくちゃやりたいとかでもなかったわけですよ。だって運動部に入ってないわけですから、うんうん、私は高校時代バスケ部のマネージャーをしてたわけだし、裏方が好きで片付けをするとか洗濯をするとかスコアつけるとか笛吹くとか、その選手のために裏方仕事をするってことがすごく好きだったので、うん、自分が何かをやるっていうことに意欲を持ったことがなかったんですよ。そんなに前に出てドーンみたいな感じの人ではない。全然、全然、全くです。今の入場とか見てると、まるで想像がつかない。全くです。だから人前に出るっていうのも、もともと私はその、合唱団に入っていて、はい、小学生の時から中学生まで、はい、で人前で歌うっていうことをやってたけど、うん、
それでも得意ではなかった。そういう人前に出るっていうこと自体は得意ではなかったし、見ることが好きだった。とにかくショービジネスっていうものを見るっていうのは大好きで、ミュージカルを見に行く、ライブに行くとか、スポーツを観戦するとか、見る方が大好き。だからそれになりたいとかっていう感じでもないし、例えば歌うのがものすごく好きだったので、はい、人前で歌いたいって思ったとしてもこうあれの方が勝っちゃうんですよ。でも恥ずかしいとか、うんうん、そういう方が勝っちゃうから、うん、だから想像もしてなかったです。自分が人前に出る側になるっていうとなると、じゃあなおさらプロレスを体験するっていうのが目的だったところから、プロになる過程ってそこはどう、何が起きるとそこで実際にプロになるんですか？なんかその練習に通ってるうちに結構周りがどんどんプロを目指し始めたっていうのもあって、そうサークルの中で今度練習生になったんだ、プロになるんだっていう子たちを見てたっていうのもあるし、その時もそのサークル内でサークル生の興行をやるみたいなのがあったんですよ。はい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 。でそれに出ないかって言われた時も、あ、自分はいいですって言ってた側なので、それに出たいっていう欲もなかったし、なんだけどその周りがどん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 そうやってそういうところに出たりとか練習生になったりとかするのを見て影響を受けた部分もあるし、でもなんかね、なんなよって言ってくれる人も多かったっていうのもありますね、うん、その目指しなよもうって言ってくれる、半分スカウトみたいな、スカウトというか、まあ、せっかくやってるんだから、女子プロレス業界結構何人かいるじゃないですか、うん、そのあのスカウト好きというか、はいはいはい、もうやっちゃいなよやっちゃいなよっていう、うん、そう、そういうのももちろんあったんですよね、うん、なんかでアイスリボンの後楽園ホールに見に行って、うん、で最前列で見てそれを、うん、でその時志田ひかるさん、で志田さんがこう入場式でリング上がって、ああ女の子が最前列にいる、プロレスしませんかってこうリング上から言われて、うん、でギャーってなったりとかしてて、うん、でなるほどプロレスしませんかってこうやってフランクに誘われて足を踏み入れていい場なんだっていう意識が芽生えたのも本当、うん、まあ、だってアイスで言うとね、志田さんの今の話もそうですけど藤本さんもね、そう藤本さんもやればみたいな、うん、でなんかそれまではもうおいそれとプロになりたいなんて言ってはいけないっていう意識だから、うん、なれるわけもないし、うん、そうだからなんかやりたくてもやりたいって言っちゃいけないと思ってたんですよね、うんうん、結構でもね、もう仕事も辞めてるわけじゃないですか、そう、まあ、お膳立てはもう全部できてるけど、もうあとはなりますって言うだけみたいな、そうです、ね、で周りの人も、ね、やればいいじゃん面白そうみたいな、うん、なんなよみたいな、え、それで目指していいのかみたいな、じゃあ目指すかみたいな感じですね、うん、だから結局自分では勇気がないんですよ、自分でなりたいですって言って目指しますって言う勇気はないけど、うん、周りがやればいいじゃんって言ってくれたから、うん、あ、やっていいのかなみたいな、え、じゃあやってみようかなみたいな、結構このインタビューで話してる人ってそのパターンが多いですね、うん、思ったよりも入門のハードルは低かったみたいな、確かに、だからなんかこうプロレスっていうものが大好きでリスペクトがあるからこそ、うん、なりたいって言っちゃいけないみたいな思いがあったけど、うん、プロレスのやってる人から目指しなよって言ってもらったら、あ、ある程度できるっていうことなんだろうなっていうね、うん、誰にでも声はかけないはずなんで、目指してもいいものなんだ、うん、みたいな、まあ、だからね、見てた側も、あ、この人、この子は大丈夫なんじゃないのっていうのはあったんでしょうね、うんうん、きっとね、うんうん、当時から。いや、まあでも、うん、その3点倒立はできないから銀行員辞めましたって話聞くと、まあ、この子はどうにかなるだろうなって思いますよね。そうですね、うん、なんかやっぱりそのリングで動きたいっていうのがあったから、もう絶対もう道場の近くに引っ越してやるみたいな、仕事辞めて即引っ越すことを決めて、うん、毎日リングにいましたね、だから入門した当初、うん、まあそうですよね、主目的は練習だったわけですからね、そうリングが空いてる時間はもうリングにいるみたいな感じ、うん、その当時のレッスン仲間で練習生になりますとか言ってた人とかで、うん、今も続けてる人っています？いないですね、うん、なんかやっぱり続く子だったんですよね、同期も辞めちゃったし、1個上の先輩も辞めちゃったし、うん、結構周りがキャリアが近い人がどんどん辞めちゃったので、うん、今はいないかな、もう本当だからもう向いてたと言うしかないですね、でも未だに向いてないわと思うんですよね、うん、未だに未だに私この職業向いてないわってしょっちゅう思います。それどういう時に、なんかやっぱり精神的にあんまり強くないというか、うん、悩む、考えすぎるタイプなので、賢い人の特徴ですよそれは。いや、なんか
考えてもしょうがないことを結構考えちゃうんですよ。いや、まあ、でも確かにおっしゃる通り、考えない人の方がうまくいったりすることって結構あります。もう考えずにこうガンガンガンいける人の方がいいと思います。で、なんかいろんな都合を考えたり、人の気持ち考えたり、どうでもいいこととかも考えたり、自分のこれがこうだからこうなのかなって分析したり、いらないことを分析したりするから、それが向いてないなって、それに疲れちゃうんですよね。そう、いや、まあでも旗から見てる分にはもう確実に向いてる。いや、確実に向いてると思う。そう見えてるんだったらそれは良かったです。雪ひまやとしてはそう見えてるんだったら。さっき歌の話ありましたけど、はい、ダンスとかはやってなかった。ダンスも習ってました。習ってた。っていうのがやっぱりあの、ね、入場とかにこう現れてるというか。そうですね。その雪さんに入場何回見てもね、わかんないです。覚えられない。そう、振り付けが。どういう動きをしたんだみたいな。あれは実はですね、私がデビューした当時って、今でこそみんな女の子は結構多いですけど、私がデビューした当時はそんないなかったんですよ。デビューのパフォーマンス、デビューじゃない、その入場のパフォーマンスでは踊るっていう日本人女子選手っていうのはあんまり見なくって、だったら印象に残ることやろうと思って始めたのがきっかけだったんですよね。で、しかも自分がプロレスを見てた時に入場の素敵な選手はやっぱり好きだったので、入場でお客さんのボルテージが上がるとか、その曲を聴いてその動きを見るだけで期待が高まるとか、そういうのが好きだったから、そういう選手になりたいっていう意識があって、まあ、さっきおっしゃってたの、多分パフォーマンスが好き、エンターテインメントが好きで、多分そういうのいっぱい見てこられたっていうのもあるんですよね。そうですね。やっぱりそのさっきプロレス以外では海外行ってたみたいな話もされてましたけど、やっぱりじゃあそれはもう例えばアメリカ行って、アメリカ行ってブロードウェイミュージカル見てとか、そういう要素っていうのが多分いろいろとその入場だったり、まあちょっとなんか試合でなんか気がついたらみんな踊ってるみたいな試合とか。結局プロレスラーは総合力で戦ってるというか、もう技術だけじゃなかったりとか、その強さだけじゃなかったりとか、もう全部武器じゃないですか。その培ってきたもの全部、その生まれ持ったものも、こう自分で鍛え上げたものも全部が武器になるから、リング上だと、もうルックスもそうですよね。もちろんメイクアップもそう、髪の毛もそう、ネイルもそう、声もそうだし、それを考えた時に自分のやってきたことを全部出さなきゃっていうリングで、だから踊れるんだったら踊った方がいいし、歌えるんだったら歌った方がいいし、声がいいんだったら声をたくさん出した方がいいしっていう意識だから、多分そうなったんですよね。まあそのいろいろある中でのそのプロレスの部分っていうと、こういうプロレスが好きとか、こういうプロレスラーが好きだったとか、その理想のスタイルとか、なんかそういうところでどういう、これを言うとお前はなんでそうなったって言われそうなんですけど、もともとプロレスをやりたいってもう思った時はハイフライヤーかっこいいなわけですよ。もう分かりやすく一番最初に憧れたものって言ったら、こうルチャの動きを見てこれまたかっこいいとか、ムーンサルト、ハイフライヤーのムーンサルト超かっこいいとか、そっから始まってるから、なんかこう小回りの利く選手、ハイフライヤーと超力持ちかっこいい、もう体が大きくてパッチンパッチン相手を投げ倒す、ぶん投げる、これかっこいいっていうのが好き。あとめちゃめちゃネチっこいレスリングをする選手が好き。だからお前に要素はどこにみたいなことなんです。その3つのどれでもなさそうな感じしますね。だから結局好きなものを目指したいものと自分のなれるものは違うって話なんですよ。ああ、なるほど。 そこはちゃんと自分の中でもちゃんと線引きというか、う客観視ができてる。そう、練習してるうちに苦手なことを、これを直すために100日かけるっていうのと、自分のできることを100日かけて伸ばすんだったら、どっちが得意技になるかって言ったら、得意なものを伸ばした方が得意なものになるじゃないですか。苦手なものをマイナスから始めるよりも、だからいいとこ伸ばそうってなったらこうなったんですよ。できることを伸ばそうってなったらこう仕上がった。じゃあ最初の頃はこっそり飛んでみたりとか、道場でちょっとトップロープから飛んでみたりとかして、あ、これは無理だと。でもなんかこうできるはできるとかはあるんですよ。例えばコーナーからムーンサルトしてみたらできたとか、でもそれを本番で果たしてできるかとか、百発百中できるようになるまでやれるかって言ったら、恐怖心の方が勝っちゃって高所恐怖症なんですよ。なるほど、ハイフライヤーなのに。だからハイフライヤーは目指せないっていうことに気づいたし、すんごいビビりなので。高所恐怖症っていうのは、例えばもうトップコーナーに登って長時間はいられないです。あのリングの下の地面の高さとか見ちゃうともうダメぐらい。そうです。だから外向きに登ったらもうムーンサルトでも外向きじゃないですか。だからそれはもうできないんです。ああ、なるほど。高所恐怖症だから、これの恐怖心に打ち勝つぐらいまでやる時間があったら蹴りの練習しようみたいなことになったわけです。なるほどなるほどなるほど。とか関節の取る練習しようとか、そうなってこうなった
じゃあ紆余曲折を経てるんですね。そうなんです。だからやっぱり好きなタイプの選手っていうのは自分とは全く違う選手です。結構ほう、なんか名前挙げられたりとかできますか？なんかパッとあれですけど、やっぱでかい選手とか好きですね。超パワーファイターみたいな、うん、ラリアットに憧れる。もうラリアット超使いたいですよ。未だにラリアット使いたいですよ。ラリアットマジでかっこいいと思ってますもん。でもアメリカとか海外行くときって意外となんかリセットが効くというか、はいはいはい、向こう限定で使っちゃえみたいな、ちょっと変えれたりできるんで。そうですね、もしかしたらアメリカ行ったら蹴らないかもしれない可能性が出てきますか、ね、これはラリアットプロレス、ラリアットレスラー雪ひまや、日本の人が多分もう面白がって見たがるんですそれはね。本当にラリアットマジでかっこいい、本当に憧れの技ですね。試合で使ったことあります？ないです。人生初ラリアットはまだまだ温存してる。本当にそうですよ、ラリアット使いたいですけどね。確かにイメージないですけど、その試合ではないですね。うん、どういう意味ですか、試合ではない？そう、なんかその、なんですか、日常で、日常というか、こう、遊びでとか。ああ、なるほどなるほど。そう、ちょっと道場で練習してる時にみたいにちょっとやってみようかな、みたいな。なんか映像のなんか仕事してる時にちょっとシミュレーションでやってみるとか、なんかそういう程度はあっても、うんうんうん、試合で自分の持ち技として使ったこと、もう思いっきりぶちかましたことがない。ない。やりたいですね、ラリアット。やりたい。あの頑張れプロレスでね、たまに年1ぐらいでラリアットプロレスで試合が憧れる。あれでやりました、平田ゴーの時にラリアットしました、試合で。そうです。だから雪ひごじゃない状態でのラリアットはしたことがないです、ね。まあ、じゃあこれはちょっと楽しみですね。そうですね、ラリアットは憧れますね。あとやっぱりファイヤーバード憧れるとかで練習もしたことあるんですけど、ファイヤーバード下噛み切るかと思って練習で、危ない危ない、本当死んだと思いました、自分の下多分切れたと思って、うん、だからやっぱりできることとできないことが、うんうん、引き算のプロレスですね。そうです、できることをコツコツとしたらこうなった。ちょっと海外の8試合がちょっと楽しみになってきましたね。ラリアットするんだろうか、もうそればっかり見ちゃう。振りじゃないですよこれ。海外でいうと雪日さんのハンドサイン、ハンドサイン、そうそうなんですよ。そうこれあのね、うちのというか、まあね、僕の中のクリス・ブルックスがいつも試合前にやってますけど、はいはい、あまりお行儀はよろしくないんですけど、なんでそれをこれはスノープリンセスの雪ひまやがこんななってんのかっていう、そう、これは全然 different meaning で、うん、I mean this sign as Y なんですよ、ここまで、ね、そう、これ Y M M なんですよ、マヤ、うん、あのマヤ、ダークスノーのマヤのハンドサインね、うん、これが M と、うん、雪ひまや、あのクリスタルスノーは Y のつもりでこれだったんだけど、うん、そうカルチャー的に海外でこれはよろしくない、うん、そう、バッドミーニングになっちゃうから、うん、I change my hand sign。 あ、もうアメリカ用にってことですか？アメリカ用に。国内では引き続き、いや、もう変えようかなと思ってます。おー、なるほど。そう、こっちだったらいいわけでしょ、ピースだったら。もちろん、これ Y じゃないですか。そうそう、極めて平和、Y、極めて平和な Y でしょ、うん、だから、で、M もこれを別の方々がハンドサインにしたことがあって、うん、私これデビュー当時から、そのダークスのデビュー当時から使ってた M なんですけど、うん、これも変えます。もう M はこれ。M。あ、M ですよね。M ですね。M。M ですね。マヤ。で、雪はこっち向きにします。あ、なるほど。マヤ、雪日。はい。あの、お行儀の良い。お行儀の良い。ピースフルな。そう、子供たちにも親しんでもらえる雪日マヤ。はい、雪日マヤです。なるほど。そうします。そう、それ結構ね、そう、謎だったんですよ。そうなんですよ。私は別に決して悪い意味でこれを使ってたわけではない。いい子です。いい子です。非常に行儀のように。ピース、うん、続いての話題。プロレス以外の雪日まやという一人の人間、どういう人ですか？プライベートとか何して、プライベートとか何して過ごしてる人ですか？引きこもりですね。引きこもり。あんまりアクティブなタイプじゃなくて。うん、なんか前に、話した時にちらっとおっしゃられてちょっと気になってたのは、私友達いないんですよ。友達いないんですよ。そう、ね、だからこう遊びに行こうよみたいなのがなくて、うん、基本的にもう今はちょっと解約しちゃったんですけど、はい、めっちゃもうあれをネットフリックスとフルーとアマゾンプライムとみたいな感じで海外ドラマ映画を見漁るみたいなことばっかりしてたんですけど、一番好きな海外ドラマ、一番好きな海外ドラマ、なんだろうな、いっぱい見てるからもう、バーンノーティス好きでしたね、ドラマ。一番好き。あー、バーンノーティス。最高、最高。バーンノーティスすごい好きでした。もう、
はい、結構前のじゃないですか。結構前の、もう全然出てくると思わなかった、もう予想外。はい、バルーンノーティス。そう、最高。面白いですよね。本当最高、もう、はい、あのフロリダに住みたい、あの感じ。バルーンノーティスと、あとあれも好きですね、イギリスのですけど、ダウントンアビー。ダウントンアビー、はい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 、渋い。結構韓国ドラマとかもめちゃめちゃ見てたし、そんなにたくさん見てるっていうことは、まあ友達いないんだろうなっていう。デスパレートな妻たちとかも好きでしたね。あ、はいはい、グリーとかも好きだったし。あ、グリーね、うん、うんうん、あれだったよね、もうまさにコーラス部の高校生のあれですからね、はい、本当にエンタメのあれが好きなんでしょうね、多分ね、その世界観だったりとかそういうものがっていう、うんうんうん、他に趣味とかって何かあります？他の趣味、特にこの数年間、まあ、コロナで家にいる時間とかも増えて、はい、結構ね、何かしらすることないと結構手持ち無沙汰になるじゃないですか、ね、あ、料理も結構好きでしたけど、でもなんか趣味っていうんじゃないですね、あれですね、あのやっぱりグッズを作るようになったので。あ、作るようになった、はい、作るようになったっていうのも多分いろいろあって、作るようになったというか、なんでしょう、もともと自分のグッズって自分でデザインとかしてたんですよ、その所属時代から、はいはいはい、でフリーになって、この前あのコロナで家にいる間はやっぱ絵描いてました、あの T シャツの絵描いてデザインして、でそれがグッズになった、なるなる、なったなった、なった T シャツ作りました、うん、ちょっと今ここに画像が、はい、T シャツイメージで、アメリカ用も描きました。だから T シャツ2つと、そのバッグ、サコッシュのデザインを、うん、この1週間隔離期間中にしたので、はいはいはい、だからアメリカにはその海外遠征用に作った T シャツがあるので、それを持っていきます。それはどっかのタイミングで公表されますかね。どうしようかな、なんか結局アメリカ今その発売してる T シャツがあるから、うん、アメリカで出すものは日本で出すの結構後になっちゃうので、アメリカに持っていくやつはもうこれ持ってきたようでいいのかなと思って。買い方としては、はい、オンラインストアがあります。あ、それは海外の方も、はい、も買えます。あ、じゃあその転送サービスとかを使わずに自分が発送します。あ、ユキヒさんが直接海外まで出してくる。なるほど。会場に行ける人はデッドロックで買っていただいてもいいし、はいはい、そうじゃない人はそこのオンラインストアで、オンラインストアで、じゃあそれもちょっと概要欄の方にリンクを貼ってゲットができると。ぜひとも。海外はどうし、あの、まあ、とりあえずこれで海外の試合をするっていう一つの目標は、はい、達成できたわけですけれども、なんかこう海外の最終目標みたいなのってあります？海外の最終目標はもう、でも世界中にプロレス一緒にしてない人がいるわけじゃないですか。その対戦してない選手もいっぱいいるわけじゃないですか、うんうん、だからいろんなところ行きたいですよね、とりあえずは。なるほど。いろんなところというか、本当に団体、アメリカとかだけでも、もう大きくて、うん、その一箇所アメリカに行ったからといってこっちの方にも会えないわけじゃないですか、簡単には。なんかアラスカとかにもプロレスあるらしいですよ。へえ。全然、しかもそのね、メイン の、 そのアメリカ本州というかメインランドだけでも、はいはい、そのプロレスのメッカみたいなところがいっぱいあるわけじゃないですか、うん、そのニューヨーク近辺だったり、うん、まあ、あとまあフィラデルフィアだったりテキサスだったり、まあ、カリフォルニアも最近ロサンゼルスの方とか、うん、結構盛んだったりとかあるんで、多分行くところはいっぱいあると思うんですね。そうですね。で、欧米だけじゃなくて、うん、なんか韓国とかでもやりたいですね。おお、韓国とかタイとか。特に対戦してみたい相手とかって言ったりします？誰でもしたいです。すべてが多分新しい経験、道の経験。本当に本当に、なんか経験できることをいろいろしたいですね。国内ではどうですか？なんかこう今目標にしてることとか、うん、フリーランスをね8ヶ月ぐらいやってみて、うん、多分そのただ試合とか対戦相手とかベルトとかだけじゃないような目標とかも多分出てくるとは思うんですけど。そうですね。でもなんかこう、そもそもの最終目標がもう海外で試合するだったんですよ、うん、だからこっから多分海外で初めて試合を今度することによって新しい目標が生まれるのかなっていう気はしていて、うんうん、そもそもは海外っていうのがもうある意味最終目標だ。そうなんです。じゃあそうですね、新しい何か目標を見つけてもらわないと目標なくなっちゃうだからもっと多分この日本でこうタイトルを取るとかチャンピオンでいる、いろんなところでフリーランスになって試合するっていうのから海外で試合をするっていう、今やっと一歩目が踏み出せたところを、まだ踏み出してないですけど踏み出すところなので、そこからまた目標がこう大きくなっていくかなと、やりたいことが増えていくのかなと。
じゃあね、なおさらアメリカだけじゃなくて他のいろんなところでいろんな経験をして、うん、はい、じゃあこっからもう第2章がもうまた一から始まるぐらいの勢いで、はい、そうですね、本当にしばらくやめられないですね、そしたらねやめられないですか ね、きっと楽しくなっちゃうじゃないですか、ねね、はい、ですよね、そうですよ、フレッシュマンですから、フリーランスとしては。そうですよね、まだ1年目は終わってないわけですもんね、はい、でもね、大成功というか、よしあしだと思うんですけど、うん、今年フリーランスになるってすごい、1月に大量の方がフリーランスになったじゃないですか、はい、だからその、なんだろう、仲間も多いけど、うん、ライバルも多い、ライバルばっかり、うんうん、本当にそんな簡単じゃなかったと思うんですよ、うんうん、その中で選んでもらって試合をしていくっていうのはやっぱりすごい大変なことだと思うし、うん、それを続けていくっていうのは、まあ、今年は本当に大事だなって思ったのが、そのフリーランスになって今までは団体に守ってもらって仕事があったっていうのを、このフリーランス雪ひまやっていうブランドで仕事をしていく、この1年目で信頼を得なきゃいけないというか、今年目標にしてるって言ったことは絶対実現しなきゃいけないと思ってたので、だからその海外に行く、今年は絶対海外に行くぞっていうのは、やっと目標は、その目標だけは達成できるので、向こうでもなんかね、少しでも評価してもらえたら、でも次につながるのかなと。国内でも出てる団体が増えてるというか、うん、この間もなんかあれ、なんか入場ゲートからなんか出てきたぞみたいな、あ、あれはまあセコンドで行っただけだったんですけど、あ、そうなんですか、そう、うん、みんなあのユニットの人がみんなセコンドついてるんですよね、うん、結構どの子も、そう、それで行ったんですけど、まあでもね、ファンからしてみたら期待しちゃいますよね、あんなの見たら何が起きるか分からないですから ね、プロレスの世界は、ね、びっくりしましたよ、そうそう、うん、多分確かあの日なんか別件の用事で、そのちょっと前ぐらいに多分 LINE がなんかしてて、はい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 、でそれでその後ちょっとなんか Twitter 見たら、あれみたいなみたいな、そう、普段いないところにいるぞみたいな、そうなんですよね、そう、だから自分が思ってる以上にこう期待をしてくれてる方もいたので、うん、はい、あ、そうなんだ、求めてくださる、ね、方がいるんだったら考えないとなって思う、うんうん、ね、それにね、飲まずもまあこれからも続いていく、はい、で今まだ発表はされてないですけど、まあね、次回大会がもやるつもりでいますので、うん、楽しみですね、はい、なのでまたちょっと時間を空けてというか、はい、いろいろその海外でこうだったとか、うんうん、いろいろお話を 聞きたいタイミングがまたすぐ訪れると思うんで、はい、その時はまたぜひよろしくお願いします。ほとんど英語喋んなかった。じゃあ最後に、海外のファンの方、9月17日デッドロックプロ、はい、あの海外初試合を控えているので、海外のファンの方にメッセージを、日本語でも英語でも、英語出てくるかな、なんだろう、やっとついに Finally、うん、I can go to United States! イエイ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 、なんでしょうね、 It was my, one of my dream to go abroad. So I'm so excited and please look forward to it. Stay tuned. お、バッチリ。さすが。海外ドラマいっぱい見てるだけのことはある。はい。じゃあ、今日は雪ひまや選手に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for watching. ありがとう。